とうございます。代表の高橋です。今日はこの黄色いヘルメットの中から皆さんにお伝えします。はい、その内容はこちら。以前から登場が望まれていたイエローのハンターカブ、カラーリングはターメリックイエロー。こちらの車両の内容を皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは黄色いヘルメットの中から行ってみましょう。ニューカラー2024年モデルの CT125 ハンターカブ、カラーラインナップは、こちら新しく加わったターメリックイエロー、ちょっとねスパイシーな名前ですね。そしてグローイングレッド、マットアーマードシルバーメタリック、こちらの3色展開で、今回は販売がスタートします。発売はですね12月の14日発売、まだね少し、発売が先になります。そしてお値段はですね、これは据え置き価格になりますね。2023年モデルと同じように消費税込みで44万円という、価格設定となります。今回一番目を引くこちらターメリックイエロー、このターメリックイエロー、イエローカラーですね、イエローハンターカブといえばですね、歴史を少し紐解きます。ハンターカブが初めに発売されたのはアメリカでした。アメリカでハンターカブといえば C105H、 発売されたのが1963年、一番初めに発売されたイエローカラー、それがハンターカブ、国内でもハンターカブを初めて名乗った、記念すべき車両が先ほど説明した C105H となります。初期はイエローカラーのイメージが強かったんですが、国内販売ではイエローはなくなって赤のみになったんですね。それではなぜハンターカブのイメージカラーがレッドなのかというと、ハンターカブの人気を決定付けた CT110、 こちらの車両のモデルカラーの影響が大きかったのではないかと個人的に思います。ターメリックイエローカラー、鮮やかで目を引く色、通常のカラーバリエーションよりも目立つ存在となります。この色は個性的で楽しい雰囲気が非常に感じられる、今までのハンターカブのカラーラインナップにはなかった色というのもポイントになりますね。ハンターカブはやはりですね、アウトドアの似合う車両、そういった自然に分け入ったり野外での冒険やレジャー、そういったところにもマッチ、そして写真映えするカラーリングになっているのではないでしょうか。またですね、この鮮やかな色合いは初期型のハンターカブを知らなかった若い方から都市部に住んでいる皆さん、イエローのハンターカブおすすめできると思います。都会のライフスタイルにも溶け込みながら、そして週末にはですね、冒険心をくすぐる自然に分け入るアウトドアライフにも適したこのハンターカブ、このターメリックイエローカラーは特にそういった方にもおすすめできるカラーリングになっています。そしてですね、このターメリックイエローカラーはですね、オーナーの方が様々なアイデアや工夫を凝らしながらカスタムするのにも今までのカラーにはないですね、最適な一台なんではないでしょうか。このイエローのカラーリング、まずですね、このフェンダーからですね、ここはですね、金属製ですね。これはまあ、125になったハンターカブからはずっと同じような状況です。このイエローもすごく綺麗なんですね。そしてヘッドライト周りからそれを支えるフレーム、そしてフロントフォークのカバー、ここは全てでね金属だから色合い的にもイエローのね、色っていうのは調色が難しい色と言われています。ですので、材質によって色のバランスが取りづらい、そういった、側面もあると思うんですけど、前側のこのさっき説明した3点は金属ですね。そして
こちらの横から見ると大きな面積を誇るこちらですね。ここはすべて金属ではなくプラスチックになります。ここもですね、色の調色バランス合わせ方うまいですね。材質は違うので色の深みとかそういったものはよく見ると違うかもしれないんですが、非常に色がマッチしている、合っている一系材質ですけど、色の調色がバッチリ合ってると思います。そしてタンクもですね、この可愛らしいターメリックイエローカラー、もうなんかね、ターメリックっていうともうなんかちょっとねスパイシーなものを思い出してしまいますけど、ちょっと美味しそうに見えてくるカラーリングですね。サイドカバーをこう見ていってですね、皆さん気づくところあるかもしれません。そう、車体色が黄色、そして差し色で黒。これはですね、今年あれでしたよね、あれ。そう、阪神ファンの皆さんには特におすすめしたいこの色。まさにこの辺りにね、ちょうどこうスペースありますよね。ここにね、そういったステッカーを貼ると、まさにあれを縮小するカラーリング、そして盛り上がっちゃいますね。ファンの皆さん、あれでしたからね。はい、そしてタンクのカラーリングからリアフェンダー。ここはですね、ここはやはりプラスチックですからね、色のバランスがしっかりと取れてますね。そしてスイングアーム、ここもね綺麗な、そうですね、関西の方が大好きな色合いなってますね。私ね、言いながら思ったんですけど、どんどんそれに見えてくるんですよね、この色合い。今年はあれでしたからね。2023年モデル、ホテルで使っているレンタル車両のマットアーマードシルバーメタリックと新色ターメリックイエローとの色の差、皆さんにご紹介します。まず2台を見比べたときに、ツヤ消し、そうですね、マットカラーと今回のターメリックイエロー、ツヤありモデル、皆さん見ていただいていかがでしょうか。この今回の新色の特にツヤありのターメリックイエローの方が車体全体が大きく見える、そういった、見え方の違いが感じてもらえるのかなと思います。艶消しもね、都会であったりとかアウトドアシーンであったりとかそういったところにもこの無骨さがまた一段とねかっこよさを引き立てる、マッターアーマードシルバーメタリック、こちらもおすすめですが、今回はですね、あれも含めてこちらのターメリックイエロー当店押したいと思います。2台ともまた様々なそれぞれの魅力が詰まったカラーリングとなっています。あなたはどちらを選びますか。新しく加わったこちらターメリックイエロー、気になった方はですね、発売はまだ少し先になりますが、当店では見て触っていただけます。それではご視聴ありがとうございました。また見てねー。